パッシブは通常攻撃がスタック式の2発しか弾が存在しません。2発撃った場合は一定時間攻撃ができず、間隔を置いて自動でリロードします。ジャングルモンスターやミニオンへの通常攻撃は常時ノックバックさせるような仕様になっています。またクリティカルが出るととんでもないダメージが出ますので、ビルドはクリティカルによりにすると非常にいいダメージが出ます。スキル1は指定方向へ弾を発射し、ルート上の敵にダメージを与えます。弾は最長射程まで飛ぶか、障害物に当たると即戻ってきて敵にダメージを与えますので、ガンクの際障害物を意識してスキル1を打つと効果力が出せます。スキル2は指定エリアでの敵の視界を制限し、移動速度低下および魔法ダメージを与えます。このスキルはかなり強力なスキルになりますので、後衛に打ち込むと非常に強力です。スキル3は指定方向へ移動しスタックを獲得します。スタック1につき物理防御が増加し、チャンピオンに対して移動した場合はスタックが2溜まります。スタックは最大で8まで溜まり、効率よくジャングル周回をするとスタックを維持して回ることができます。また通常攻撃を行うとこのスキルのクールダウンが 0.5 秒ずつ低下します。スキル3の使用するタイミングはフルスタック2発弾がある状態で1発攻撃する、そしてスキル3通常攻撃2発をテンポよくやるといい感じにスキルが回るようになっていますので、気をつけると良いでしょう。スキル4は指定方向へ弾を発射し、最初に当たった敵に大ダメージ、当たった対象の後方にいる敵に対して爆風のダメージを与えます。自身は撃った際後方へノックバックします。今回はワイルドリフトのグレイブスを使ったジャングルでの運用をご紹介していこうかと思います。グレイブスに関してはどっかのタイミングでマナ効率のところが修正されて弱体化されているような状況ではありますが、依然として悪くはない部類に入ってくると思いますので、ジャングルの序盤の嵐性能というのは非常に素晴らしいものがありますから、そういった点も含めてご紹介になります。先に敵にグレイブスが来た場合、かつトリンケットが赤を持っていてイグナイトを貼っている場合は、高確率でジャングル赤枠側に荒らされに来る可能性がありますので、パーティーでやっているんであれば手厚い介護ないし、スタートを青位置にするか、自分も赤トリンケットを持ってワードをカンパするかといったような対応をしないとどえらいことになりますから注意してください。合わせて今回はアカリがこんな感じに入ってきますが、ハンマー持ってない敵、スマイト持ってない敵ですねが入ってきたところで、グレイブス余裕で当たり勝つことができますので、それぐらい強いですね。というのもスキル3がぶっ壊れる性能になってますので、非常に、序盤の低レベルファイトの戦いは強くなってると思います。というのも、見て分かる通りジャングルのモンスターでもスタックが1しますので、さっきは、明かりに対してブリンクしたので2で、ここで4スタック溜まってますから、この時点で物理防御が、6ぐらいかな、6死24で5で5 30物防上がってますから、正直防具1個分買ってるような状況で戦えますので、かなりのこの物理色に対しては強いです。ただ注意点としては魔法色に対して上がるわけではないので、物理防御しか上がらないっていうところは注意しないといけないですし、この3スキかな、壁抜けできないところがかなりあるんですね。例えばドレイク側の、ドレイクピットの裏側のところから、ちょっと口で説明すると難しいんですけど、ドレイクがあるところの上のところっていうんですかね、ちょっと上側の方が厚いんですね、壁が。下側の方は抜けれる、ちょっとごめんなさい、口だとなかなか言いづらいんです。そこがちょっと抜けれないのと、例えばこのヘラルドのもう上の側の方はダメですね。なんで厚い壁が抜けれなく擦りますので、注意しないといけないのとは、バフですねのところも抜けれん部分がありますから、フィズの3スキと同じ要領で、ブリンクするカーソルの先っぽが外に出てたら抜けれるっていうのは覚えておくといいと思います。合わせてスキルが3上げと1上げ、どっちがいいかの話をしておくと、敵が物理色が多いんだったら3上げ、基本的に1上げしといていいと思いますね。ただ、序盤荒らしに行くんであればスキルを3、1、3と取って、イグナイト持って、カウンタージャングルするのはいいと思います。ジャングラーの中でおそらくシバーナぐらいかな、以外はほぼほぼ物理になりますので、それに対して、序盤の低レベルファイトはめちゃくちゃ強いですので、リーシン相手でも戦えますね。オラフはちょっともしかしたらまずいかもしれないですけど、オラフ、マナ効率の兼ね合いからレベル1ファイトの時に3スキ取ってることが多いですから、3を上げてるオラフだったら勝てます。1取ってたら、1取ってることはないと思いますけど、もし1取ってた場合はちょっともしかしたらまずいかもしれないですね。
という形で、あとは何ですかね。 あとは通常攻撃のモーション、スキル解説でもしたんですけど、通常ブリンク通常通常通常ブリンク通常通常と、このコンボが一連の流れになりますので、まあそういう形でスキルは回してください。これをするとタイミングよく、まあ次の3スキが上がってくるタイミングの時に問題なく、また通常ブリンク通常通常という、コンボがつながりますので、まあこういう回し方をするのが一番多分効率的にこの3スキのクールダウンを生かして戦うことができるという感じになります。まあ今みたいな形で、レーナーが死んだ時ですね、まあこれ当たり前だと思うんですけど、死んだ時のレーナーのヘルスを見てあげて、いけるなっていうキルラインだったら、まあ、赤トリンケットを使って視界外のところからレーンに裏側からガンクするというところが非常に大切になりますね。ここの2スキはいらないですね。あとは普通にちゃんと殴っていけば問題なくキルにつながります。ただ、グレイブス通常攻撃のレンジがめちゃくちゃ狭いんですね。まあトリスターナのレベル1とかぐらいなんですかね。めちゃくちゃ本当に狭いので、ガンクした時にミニオン殴っちゃうと、弾数2発しかないうちの1発ミニオンに殴ってますので、大変なことになりますから、ガンクするときは必ずポートレートで敵をロックしてください。これしないとマジで事故る。ただ集団戦の時にポートレートロックすると射程が短いから一生棒立ちになってるみたいなことになるので、集団戦の時はまあいいかもしれないですけど、ガンクする時はポートレートマストですね。そこは覚えておいてください。ここも、まあ、ドレイクがまずいかなってことでポートレートロックしてハンマー透かしちゃった結果になりましたが、まあ、ウルトで取れたと。ウルトの火力がめちゃくちゃ壊れてますね。 150% の物理乗りなのでめちゃ強いと思いますね。で、煙幕はまあ、味方が死にかけだったら、敵の直下に置いてあげて、まあ、何事もなければ裏側の、後衛に対して撃ってあげると視界が、煙幕外のやつが見えなくなるのでかなり強いですね。で、グレーブスに関してはさっき言った通り、トリンケットは基本的に赤でやるといいと思いますし、最近よくあるのがジャングラーの方が今これマルファイとバロンレーンなんですね。で、そのマルファイトが出張してドレイクのターンに来てくれてるので、ここは無理してでもドレイク触らないといけないシーンですね。で、下にナサスがいますので、ここはジャングルがこちょこちょしちゃうとバグっちゃいますので、必ず、まあ、ちょっと無理であってもやった方がいい。で、今のシーンだとマルファイトがミッドの明かりに対してウルトブッパーして、明かりも落ちてるので人数差付いてるから必ずやる。で、この状態さらにナサスが、バロンじゃなくてバロンレーンから動かないので、数をかけてミッドレーンを取りに行く動きですね。明かりも落ちてますのでセカンドも狙えますから、こういうオブジェクトが取れるときは積極的にオブジェクト触って取りに行くっていうのは覚えておくといい動き、まあ当たり前になるんですが、やっぱりこういう取れるときに取らないのは非常にもったいないので覚えておきましょう。で、さっきも言った通りコンボは基本的に通常に、3スキ通常通常と、で最後にウルトでズドンという感じですね。まあ、1スキがかなり当てづらいので、まあ、なかなか障害物使って速射で当てれるように動きをしといてもいいですが、逃げる方向に対して1スキを置いておくっていうのも選択肢の一つとしてありやと思います。まあ、ここもね、まだナサスがボットにいるような状況で敵が3落ちってことは、アカリとナサスしかいないですから、こういう時もオブジェクト取れるような動きでしっかりとセカンドターンまで触りに行く。取れる時は必ず取った方がいいですね。こういう時暗にリコールしてセカンドをなくすよりかは、最悪下のセカンドと上のセカンド交換でも構いませんので、取れるうちにマジで取るですね。でガンクするときは、まあ、裏から入って煙幕でスロー入れて通常攻撃パシパシと、で、まあ、ブリンクがあるので通常しながらブリンクで距離取って戦うと。で、クリティカルがマジでとんでもねえダメージが出るので、まあここ明かり見とけばわかるんですが、明かりがパンパンのヘルスで入ってきますので、ブリンクで通常一発ここですね、バーンっていう半分ぐらい飛びますので非常に強いですね。で、まあ、最近アカリがちょこちょこ出てきますので、アカリのウルトの2発目っていうのが減ってる HP に対しての大ダメージが入りますから、今のもアカリの2発目はまずいので、ステイシスのエンチャントで無敵を活用してアカリのウルトを避けてます。で、まあ、そういう感じでヤバい敵がいるような状況だと、まあ、ステイシスはかなり強力ですので、まあ、アカリだったりとかゼド、フィズ、まあ、ほんとワンパン系のキャラがいるときは使って、まあ、スキルを避けるような形で覚えておくといいですね。まあ、ただ最近は懸念がよく出てきますから、懸念に対しては、まあクイックサッシュのエンチャントもありかと思います。あとはバロンいけるときはしっかりとヨレヨレって言って始めた方がいいんですが、まあ、味方が寄らない場合は、まあ、おとなしく、諦めるしかないですね。ここもやれるかなと思ったんですが、みんなナサスちゃん大好きみたいで一生ナサスと戦ってるので、もはや寄るしかないですね。
まあ、そういう時もあるかなって割り切るしかないですが、まあ、やりたい時は実際ジャングラーから率先してオブジェクトに対してはピングを焚いて、まあ、味方が寄らなかったらまあ正直諦めるしかないですが、やるよっていう意思は見せた方がいいですね。本当はここめちゃくちゃやりたかったんですよね、バロン。ただ下でカイサも戦ってるし、なんだったらここでカイサが落ちちゃうみたいな状況になったので、まあ、もはやバロンは無理でしたが、やっぱり勝ってる試合こそ早めにオブジェクト、バロンですね、を触って試合を終わらせに行くことが大切になります。でさっきも言った通り3上げしておけばめちゃくちゃ硬くなるので、1人で短期で突っ込んでってもう割と戦えるんですね。で、まあ、さっき言ったステイシスでお祈りという感じですね。でナサスがめっちゃ突っ込んできてるので、まあ本来ナサスたかるもんじゃないですけどバルファイトのウルトまでかけてますので、まあ全力ですね。まあこんな感じっていうとあれですけど、まあ本当にグレイブスは近距離でクリティカルパコーンを当てると本当に後衛のキャラクター半分ぐらい HP 一発で飛びますので、積極的に前ブリンクしながら敵と戦っていくのを意識するとグッと戦えますので、まあ日和らない、まあ他のキャラクターだったらそのブリンクありえんだろみたいなのがグレイブスだと割と許されて戦えますから、まあそういうところを意識して使うと非常にグッドだと思いますし、クリティカルビルドが個人的にはおすすめです。最後にルーン応援団、ルーンかな装備乗せておきます。